シグナスはアメリカ航空宇宙局の商業機動輸送サービスの契約に則りオービタルサイエンシズ社の開発した国際宇宙ステーションへの物資補給を目的とした無人宇宙補給機である ISS とドッキングするシグナスカッツの第一候補として K1 を開発していたロケットプレーンキスラーが資金計画が不透明な中で2007年に 資金調達に失敗し、それが原因でカッツ契約が終了されたことを受け、2008年にカッツの第二次選考を行いスペース X のドラゴンと共にシグナスが新たに契約された。標準型二段式アンタレスによって打ち上げられるシグナスは宇宙ステーション補給機と同様にグローバルポジショニングシステムや TDRS を用い ISS に 自動でランデブーした後、カナダアームにによって、ハーモニーの共通結合機構に結合する。2013年4月にアンタレスロケットが、初打ち上げに、成功、ついで同年9月に、シグナス1号機の打ち上げが行われ、ISS への初結合に成功した。シグナス標準型、シグナスの標準型と、拡張型シグナスは既存の技術を、 最大限活用し再構築することでリスクを抑え低コストで信頼性の高いシステムを実現する。サービスモジュールと余圧貨物モジュールの二つの部分で構成される。SM は OSC の静止衛星用の衛星バスシステムスターバスの推進系や電源系スターバスを回収して用いた小惑星探査機ドーンのアビオニクスを流用して開発。 金棒接近システムには日本の HTV に使われた三菱電機製のプロックスシステムが採用されている。PCM は余圧物資補給用の貨物モジュールである。NASA が従来スペースシャトルで ISS への余圧物資補給に使用してきた多目的補給モジュールの技術を用いタレスアレーニアスペースによって開発、製造が行われている。なお、 結合機構には、日本の宇宙ステーション補給機や、スペース X 社のドラゴン宇宙船と同様に、ISS 標準の共通結合機構を使用しているが、シグナスでは大きな貨物は運搬しないため、ハッチはやや小さなサイズのものを使用している点が特徴である。ありがとうございます。